あの全体的な討論竹野先生のお話も聞いた後にあの質問をお受けした方が対して話聞いた方が質問の流れの意味でいいと思うのででは竹野先生あのよろしくお願いいたします。 こんにちは。皆さん、竹信です。えっ、ー、と聞こえますね。ちょっと私マイクさんやってしゃべると途中で息が苦しくなるからしたくないんですけど。でも毎日いる人がいるので、これはやっぱりちょっとまずいかなと思うので、何とかしてやりますね。あ <laughs> っていうことです。あの要するにえっ、ー、とですね。あ、今の伊藤さんありがとうございました。ものすごく。これはえっ、ー、と全部ほとんど賛成というか、炎上分析賛成なんですね。労働市場がこんなにひどくなっちゃって。 労働組合が今ここ、特にこの数年、第2次安倍政権以降、とりわけ前からそうだったんですけど大変質をしていますからもうそれに頼るっていうのにちょっとみんな失望感があまりにも強い、それから従来型に言っても日本の仕組みは取り分、えー、とりわけ労働市場の中での序列が、えー、と全部安全ネットに反映してきちゃうっていうすごい仕組みになってるんですよね。 とりわけひどいんですね何かっていうと、高い賃金もらってきた人は、老後も高い年金もらうじゃないですかと、こういうことです、分かりやすく言えば。ですから、あの男女の賃金差別裁判で、私、ずっと取材、まあ、元記者だったもんで、ずっと取材をしてきて、その原告の女性たちがいつも何で言うかっていうと、私たちはこんな安い賃金で会社の中で働かされてきて、それで結局、これをベースに年金が決まり、老後まで、墓場ま,まで差別され続けるんです。 っって言って言たんですねでそれに近いことがほぼ同じようなことが手を買し品をかえ日本の仕組みの中には盛り込まれていてそれが先ほど、えっと、伊藤さんのおっしゃった、えっと、分析なんだと思うんですねで、えっと。しかもどんどん働き方悪くなっていくし働いても働いてもむしろもうそれで支えられるような状況でなくなってきているっていうのもコロナの前からずっとそうだった。だから、えっと、ベーシックインカム待望論が これだけ出てくるっていうのは、あの、ごく当然だと私は思ってはいます。それから伊藤さんの分析もそういう意味で言えば、ベーシックインカムがなんでみんな欲しがってるのかっていうことを説明する上では、とてもわかりやすく、えっと、いいご説明だったというふうに思っています。ただ私がちょっとここで申し上げておきたいのは、今日今からお話しすることですけれども、えっと、実際それを日本の社会でやった場合、相当気をつけないとやばいよ。 いいいいうこととととはききちんと言っっっててておいた方がいいと思ずっと思ってきてるんです。で、それは、えっと、働かなくなる BI があると働かなくなるとかそういうレベルの低い話のことを言ってるのは全くなくて日本の社会のさっき言ってきたみたいなシステムこれをちゃんと転換させないような転換させるような社会運動がない限りちゃんとした BI はできないだろうってそういうふうに思っているからです。でえっと、これをちょっと と何時までやればいいんだっけ？40分って何時までですか？えっ、ー、とはい3時あ違うよ4時えっ、ー、と10分ぐらいまでなんですかね？4時10分ぐらいのイメージですよね。はいでそれをちょっと言いたいと思ってるんです。ですからあの反対反論してるんでは全くなくてこれやばい。 つまりなんでそういうふうに思うかっていうと、これまでいろんな BI の人たちの集会とか、実はこっそり言ったり、実際言って話しさせられたりしたことも実はあります。そ,そのたびにあの BI の良さを分かってほしいっていうのがあまりにも強くて、BI の運用の方法についてのちゃんとした議論が欠けているんじゃないかと思って、BI の反対、ちょっと批判を言うと、 えっと、そんな竹野美さん何言ってるんですかあの、働かん、えっと、BI があったら働かないなんてないですよって私に言うんですね。誰もそのこと言ってませんって言うのに、えっと、そういうふうに言ってくる。私が言う、心配してもいないことをみんなが心配してるために私に言ってきて、私が言っている、これがすごい心配なんですっていうことについて耳を傾けてもらえないことがあまりにも多くてですね、ちょっとこれは違うなってずっと思ってるんですね。 それで、えっと、実は、えっと、先ほど、あの、えっと、伊藤さんのおっしゃった、え、今回の、えっと、特別大学給付金は、BI の実験だったっていうのは、私も実は、えっと、そう思っているが、えっと、それは一方でいい面、それから、実験してみたらまずかった。やっぱりね、っていうのはあるんですよ、実は言うと。意地悪なようですけど。 で私はあのこの間それこそ伊藤さんのえっと提案されておられる救済型の貧困関係のえっと支援のところも結構出入りしてそれから実際に電話かかってきたら現場行って話聞くっていうのも同行して付き合ったことがありえっと対政府交渉も取材兼ねてで出,出て行って聞いていましたでそこから見えてきたことっていうのが実はあるんですそれを含めて今日はちょっと何に気をつけないといけないのかこのまま行くと危ないかもしれない。 BI は良い,いことだってことを広めるために必死になっている間に、うまく使われるんじゃないのっていう気味の悪さがあるんですね。そこが一番重要です。これは BI 批をしているのではなくて、BI が全部は善であると思うのはやめた方がいいっていう、そういうことです。でまず一つは、えっと、ここの、あの、えー、スライドにありますように、えー、っと、ベーシックインカムは本当に同性義務なんです。 どんないろんな、ただ定義はですねこれだけですよね。毎週、ないし毎月、すべての男性、女性、子供に対して、市民権に基づく個人の権利として、すなわち職業上の地位、職歴、給食の意思、婚姻上の地位とは無関係に、無条件で支払える所得。大体、これは皆さん言ってると思います。フィッツパトリックという人の定義をそのまあまあ借りてきて、ここに貼り付けてますけれども、こういうものなんですよね。これを満たしていれば、大体ベーシックインカムだというふうに言われている。 でフィッツパトリックという人が面白いのはあのいろんなタイプのベーシックインカムをですねバーッと並べて叩いてこう比較評価してるっていう本で非常に面白いんですねそういう意味で言うと。それを見るといかにこの定義でやりながら全く違うことを言ってるかっていうのがすごくよく分かるんです で例えば、まあ、社会主義者の BI っていうのは自立を促進して資本からの強制に対抗するつまり、えー、と交渉力がみんな、まあ、貧乏で弱いですからそこに BI が入ってくると,、えー、とその生活を立てられる基盤が入ってきますから仕事で、えー、こんなひどい仕事はできないと言って断れるようになるとさっき伊藤さんもちょっとおっしゃってましたよねなんか交渉力が強まるつまり働くしかないとそこに飛びつくしかもうやっていけないので交渉力がつかないんですよ ね、でそこに毎月毎月一定の額のお金がちゃんと来ることによってこんな仕事はやらないよとかもあの、えっと、そういう,こう一種のストみたいなことができうるというそういうようなイメージなんだと思います。それから心進派 BI っていうのは非常に面白いというかひどいので <laughs> 後でちょっと説明します。でフェミニズムと BI っていうのはそれこそフェミあの女性というのは男性を通じてお金をもらってきた存在なんですよね実はで。家庭の中で えと家事とかそういうことやってですねそれで男性からもらいなさいっていう仕組みを、えー、と本当は実態違う女性いっぱいいますよだけどそういう仕組みで作られてきちゃったっていうそういう問題点がずっと問題にされてきたわけですだから例えば、えーとえー、ベーシックインカムについては、えー、千あ1980年代ぐらいから、えー、とそ,のそれに近いものを希望するい人たちを引いいました それでこんなひどいパートとかやらされるんだったら、もう労働資料から撤退して、みんなで働くのやめて、賃金上げさせましょうよっていう呼びかけもありました。でそれに対する批判があったのは、どういう批判かっていうと、撤退した後にじゃあ誰が金をくれるんですかその期間どうやって生きるんですか撤退なんかできないでしょなんてことを言うんだっていう批判がきます。女性たち同士で。で最初に呼びかけた人はえ、いや、そうじゃなくてって言って、そのどこから金がくるかははっきり言えない。 これ加納さんっていう人がもかなり言って話題になったんですけど、加納美きさんは、えっと後で書いてましたけども、えっと、実は私はその時無意識に夫の収入を想定していたかもしれないっていうんです。つまり撤退した後に夫の金が、当時の夫は世帯賃金で、えっと、家族養えって言われてましたから、その金があるから、女性はとりあえず撤退してなんとかなる、まあ、これは中流の人ですけどね、はっきり言って、階級がもちろんそこにもあります。 そういうようなイメージがあったかもって言ってるんですね。ところが、もうそんなことを今の女性は言ってられなくなってきていて、当然ですよね、夫さえもひどい、夫というか男性さえひどい状況がいっぱい出てきているし、そんなこと言ってる場合じゃない、撤退して男がいる、どこにいるんじゃ、そんなもんって、こういうことになっているわけですね。でも、一方では、労働市場は期待が持てないっていうのは、えっと、加納さんが言っていたパートの時代よりもっとひどいことになってますから、そうなってくると、ベーシックインカム。 が欲しい、当然こうなるわけです。つまり労働弱者にとっての福音、そこになんとか政治の力で金を入れるっていうのがベーシックインカムだとも言えるわけです。それがフェミニズムですね。それからそのようにですね、他にもこの類似のものがいっぱいあって、BI と言っても一言では言えないというか、ほんといろいろあるわけですね。部分 BI あり、完全 BI あり、部分的に BI でやりましょうっていうのはあるし、完全に行くまでの過渡的に部分でやるとか、 えと参加所得っていって一定の有効なことをしている人にはお金払いましょう例えば NGO 活動をしていて社会に役に立っているから、えー、と収入なくてもお金を出しましょうとただあの本当の今言われている BI はそういう,こういいことをしてるからあげるんじゃなくて無条件に出しますっていうのが定義になってると思いますけれどもでもこれぐらいはバリエーションがもともとあったものですよねっていうぐらい違うものです。 それをまず教え押さえていただきたいんですね。皆さんは BI ってこんなにいいことができるっていうの、本当私も共感するけれども、実は誰が何のために言うかによってすごい違ってくるよっていうことをまず押さえていただきたいってことです。で、それで求進犯面白いよっていうか、すごいひどいよって言ったんですけど、えっと、すごいなと思うのは、賃下げがしやすくなるっていうのがあってですね。<laughs> なんで BI が賃下げしやすくなるんだと思うんですが、低賃金労働で買い叩いても BI が負傷してくれるので金能欲が落ちない。 <laughs> つまり企業,企業負担が BI で軽くなる、そういう主張です。つまり企業が低賃金にしたいという企業負担を軽くしたいというものを政府から来る BI で補填する政府による、えー、と賃金保障によって、えー、その企業は安く買いただけるようになるのですごく便利でいいことですって実際そういうことを言っている論者がいるんですね。 まあ他にもいろいろ、離婚して別世帯になる、まあ、これは日本の場合、少し違うんですけど、えー、と別世帯になるともらえるような、えー、と社会的な給付があるわけですが、<laughs> BI が支給されれば、えー、と個人に行きますから、えー、どんな家族形態を取ろうが関係ないので、離婚しないっていうのはすごいなと思うんですけど、<laughs> すごいですよね。つまり家族主義の人から見た BI のメリットなんですね、これね。それから、えー、と BI と引き換えに公務サービスを削減できる。 つまりこれを公務サービスを財源にするので、えーと、くだらない公務なんかやってもらっても意味は全くないから、それをガサッと削減して、BI の財源にして、そしてお金を配ればいいということです。でこれは日本でも非常にあの流行っている議論ですねで。サービスを金銭に置き換える、っていう公務公的サービスを金銭で置き換えるという意味です。ですから、これはある意味、えー、と公的な公共による支え。 というものを全部なくしてしまって、市場経済の論理で、お金で自己責任でみんな解決してくださいっていう、そういう考え方。だからそういう手法が好きな人は、この BI 論を取ってくるわけです。そして、小さな政府、非常にまあ特に日本なんかはとてもそれに固執している人が多くて、それでえと選別主義を逆に強化してですね、BI に需給条件を持ち込んでくる、これ本当は BI の定義から言ったら違うんですけど、 これ後で特別電話給付金であのどうなったかっていうのをちょっとお話しますけれども、えっと、BI にあのこっそり社会意識を使ってつまりこの人はいらないっていうのは社会に必ずあるんですよ視野に入らない人たちっていうのがその人たちに払わないんですそれによって小さな支援を実現するつまりそれ後で詳しくどういうことかっていう今回の特別電話給付金で非常に分かりやすくわれているのでお話ししたいと思います だから、一見、みんなに普遍、的に出すよって言っているけども、人間の頭の中に差別意識があって、その差別意識によって、見えない人たちって必ずいるんです。で、その人たちに支給する方法を考えないために漏れちゃうんですね。だから、建前は本当は、えーとえー、一律支給で普遍主義なんですよ。それが普遍というのを行うために、人間の頭の中身を変えたり、それから、えー、とその人たちも入れろっていう社会運動がないと入ってこないんです。 だから BI があれば社会物いらないっていうのは嘘です。むしろ非常に必要です。分かっていただけるでしょうか で、えっと、これもすごいなっていうのは、堀江貴文さん、堀江門の BI 論って、これはですね、あの、ちょっと前ので2009年にあのブログに出ていて、ちょっと私、ショックを受けてずっと撮ってあったら、なんか今探したら見つからないんですけど、えっとですね、こういうことを言ってるんですね。まあ、言いたい放題なんで、こんなの、なんか BI じゃないよって、皆さんはなんか、こんなバカなの持って出してくるわよって言うかもしれないんですけど、堀 <laughs> 江さんすいませんね、なんですが、でも、びっくりなんですよね。 でも、こういう人もこういうローンもある。これ結構受けてたんです、しかも。で、雇用を喪失したりと、ややこしいことを考えずに済む分、便利なものや新しい事業を立ち上げることに集中できて生産性が上がると。これ、堀江さんがこういう社会が好きなんですね。雇用を作ろうなんてつまんないこと言わないで、えっ、ー、と、みんな起業家になればいいじゃんって。それで稼げない人は b イもらって、チンとしてればいいよって、実際そう書いています。出てくんなっていうことですね。まあ、社会活動をさせない。 でそれからもう一つは、えっと、企業は雇っているだけで赤字を垂れ流す人員を継続雇用しなくてよくなるから利益率が高まる。これはさっきの,あの求心的 BI 派の,、えー、とあの賃金安くても BI で補填されるから大丈夫だろうっていう、それにちょっと近い考え方ですね。次は公務員の首も切りやすくなるだろう。これは何度も先ほど申し上げました。それから住居費をシェアできるから家族を作る方向に向かいやすくなる。つまり彼のイメージしている BI は8万円ぐらいなんですね。 だから、えっと、男女が寄せ集まって、仮に16万円なりですね、えっと、あと子供できれば、えっと、24万とか、もっとできればもう8万ですね。だから出生率が上がるというわけです。これは家族主義的な BI に近いと思います。つまり BI がみんなで集まって家族を作って子供をバンバン産んでいく、そういう社会に役立つだろうっていう、一種の少子化対策に BI が役立つっていうのは、貧困を解決してそういうふうにするっていうんじゃなくて、 子供を作ると、えっと、なんかお金入ってくるので、それで、えー、あのいいんじゃないかっていう、そういう家族観なんだなっていうのが分かるんですね。これぐらい、あのなんて言いますか、えっとえー、いろんな BI 論が実はあって、きっとあの皆さんは怒ると思います。<laughs> 本当に。私も読んだ時は、なんだこれはと思ったんですよね。しかし、別に怒ることはないんですね。さっきのあのフィスパトリックの定義で言えば それぞれの人が自分がこういう社会が欲しいなっていうときに BI をこう使うんだっていうふうに入れてくれば、それも BI になっちゃうってことです。ということを押さえていただきたいんですね。で、えっと、ここにありますね、女性や障害者の BI 待望論ってやっぱりすごく強いものが伝統的にずっとあると思うんです、あの昔から。 で女性は家事・育児のサービス、現物式提供をさせられて、夫が現金をたくさん家族給もらうとかして、まあ、70年代なんか典型的、今はもうだいぶ全然違いますけど、夫が付与すると、こういうような形になる関係性の互換性、お互いにご習性があるという社会が、日本ではかなり長く、80年代の後半ぐらいまで続くわけですよね。 それで、そこでさっきの加納さん、加納幹雄さんが、えっと、こんなにひどいパート労働の家計補助なんかやらされるんだったら、女性ストやって、定時金労働からあのみんな総撤退しちゃえば、えっと、パートの賃金は上がるに違いないから、ストしましょうっていうふうに呼びかけたことがあるんですね。でも、それは実は撤退の後とに、労働組合やなんか、そうネットワーク作って、そこに金を入れないと、持たないんです、こういうスト。でまあ、だから、BI があれば、ひょっとしたら、えっと、それができた。 で,すね、できるんですね、ひょっとしたらね。だから、えー、と彼は彼女はその時はそれから発想がなかった、そういう時代じゃなかったので、えーと、夫が現金給付なんとなくあの従来通りくれてるから、そこでもって頑張って、賃金上げるまで我慢しようっていうイメージがあったと思います。で、こういうのがあると、やっぱり女性たちは BI があれば、何も夫に頼らなくたって、これもできるよねって、当然思うわけですね。そして、えー、と1990年代から夫の経済力が弱まる。 で、資金が出して、が衰弱していくということで、女性は自分でなんとかしろみたいな話に放り出されるけれども、条件はちっとも良くならないとい、もっと悪くなるって、そういうことですね。で、女性の非正規化、名ばかり正社員の増加、労働市は過酷化、自力で金銭を稼ぎ出すには、本当にさっきの働くのは暴力っていうぐらいえっと我慢しなくちゃいけないことがさらされていく、こういうことが起きます。そして、じゃあ、もうこんなにひどいんだから、政府からの BI 支給を、ぜひ、こうなっていきます。夫を得ない。 ベテへの上だった精神の障害の方のあれですがここでもやっぱお金は稼ぎたいこれはどういうことかっていうともいろんな理由があると思うんですけれども、えっと、やはり BI のいいところっていうのは現金を手にすることで自分が消費者としての自由を得ることができるわけですよね。 式制の,あの、えー、とサービス公共サービスだとそういう自由が得られずにこれが欲しいこういう家に住みたいっていうのがあるのに変な家に住まされちゃったりとかそういうのが嫌で社会的承認として金を稼ぎたいっていうのは当然あるんですけれどもこの人たちの場合同時に現金を手にすることで自由とも得られる、まあ、こういうような形でですね労働市場でえらい目にあっている人たちはやっぱり なんんととととかそういうううういいいいいを手にに入れたいというふうに思思のののは伊藤さんのお説の通りだと思っていますしかしそれを踏まえた上で日本とはどういう社会なのかということを少し真面目に見ていきたいと思います。日本というのは日本型福祉社会論という1970年代に発表された自民党社会福祉部会の報告書にもあるように家族福祉が凄まじく強いです。家族がやれと。で、それにまあ企業が支える。 少しお金出したりしてですね、夫に対してですよ。で、保険からなんかこう保険商品買って備えなさいと、全部ダメな人は国で、国がしょうがないから面倒見てあげます。これが日本、えっと、社会福祉構,造構想ですね。で、そういうふうな形で、もうすでに家族の機能なんかなくなっちゃってるのに、いまだにそれを理由にして、財政削減をしている。で、福祉と教育が削られ続けていく。 えっと、BI もその段でいくと、えっとですね、さっきの,その低賃金の人を温存するのに役立つ論にいっちゃう可能性があるつまり家族の、えっと、ケアをしながら低賃金家族福祉をしながら、えっと、低賃金で、えー、そのパートとして働くという時に夫だけではもうだめなのでそうなると従来夫が補填してた部分を BI で補填すれば えっと、そういうい家族内福祉労働をやってくれれるかもしれない,っていうそっちに使われるかもしれない。そうなると逆に家計補助労働プラス家庭福祉という従来型のパターンが BI という補填によって強まるかもしれない。これみんなかもしれないですしかし日本っていうのはずっとそういうことをやってきた国なんです。ですからそのことを意識してそれを押し返す運動社会運動をきちんとやっていかないとやられちゃうんじゃないかと思うわけです。 ですから、現金支給すればなんとかなるわけじゃない。多分ん、イさんもそう言ってるわけじゃないと思いますよ。それは分かってます。むしろ現金支給によってそういう力が出てくるんじゃないのっていう、そういうことですね。でも、そのためにはそういうことをちゃんと見,、ね、見てやろうって言わなきゃだめだと思います。で、このように、まあ、あのこの図にあるように、ですね、アメリカはもうすごく市場依存型、で、スウェーデンは政府の公的サービスで支え。 日本は家族が圧倒的に支えるっていう、そういう形の福祉社会を築いてきたというわけですから、このパターンをきちんと変えないと、ここの家族のところの補助として BI が使われる、そういう恐れがあるんじゃないでしょうか。でそのことを皆さんが意識されていれば、私は文句、問題ないと思っています。そこやればいいんです、BI 使って、直せばいいんです。意識してないんですよ、意外と。 ななんとなく日本はこの他の2つと同じどっちかだとまあ1 0という人はいないと思いますけどアメリカ的なイメージで捉えていたりとか日本の社会がどういう基盤で自分たちの生活を作っているかってことに疎くそして女性がそのようなそこでもってそういう役割を果たしているってことにも疎いそういう社会で BI を打ち込んだら女性を家に留めていくため,にために BI が使われるってことだってあり得るわけですね。 それを私は全盲の新自由主義、公文の新保守主義と呼んでいます。つまり、よく全盲の狼、公文の虎っていうふうに言いますけれども、私たちはこういうものに今、さらされてるんだと思ってるわけです。全盲の新自主義で、新自由主義というのは小さな政府。とにかく BI を使って、えーとえー、公的サービスを極限まで削減する。 とということですそれから、えっと、肛門の新保守主義というのは、その中で福祉をあの家族福祉を維持するというか、パターンをもちろん変えて維持するために、えー、その少ない、クリエイの言い方によれば8万円、それを支給して家族の労働をやってもらうと。そういう2つの手前があってなといってはなんですが、えー、ニーズに BI は使われる可能性はある、あの定義で言えばあり得ると思います。そういういことですね そして、えっとまあ、その結果、えっと、ワーキングワーを助けるはずのものが、えー、低賃金でも大丈夫といってワーキングプアが、えー、合,理あの合法化というか、えー、みんなそれいいんだというふうに思っていく恐れがあるのかもしれないということですよね。で、えっと、つまり何を言いたいかとここでは連帯マインドがとても高い社会だったら、えっと、そのお互いにあのお金を えっと、BI をもらって連帯してそして生活をよくしていこうよそれで社会運動もやってその余裕を使って社会を変えようよとかもっとよくしようよとかそういうエンパワーメントが出てくると思いますが自己責任マインドが非常に高い社会ではそうやってもらってるのになんだと金もらってるじゃないか何もよく言ってるんだという形にすり替えられていくそして一方では基礎的公共サービスベ,ベーシックサービスは もともと BI で成功している BI 的なですね、そう給付でちゃんとやっている部分もさっきあの実験とおっしゃってましたけど、えー、完璧な実験をやっているかどうかは別として、そういうような BI 的な試みをしている、えー、と取り組みをしている社会は、多くの場合、もう既に基礎的公共サービスがしっかりしていることが多いんですね。つまり、住宅とか教育が公共的になっていれば、そうすれば8万円の仮に8万円の BI でも生活していける。オランダそうです。年金すごい安いので、なんでこんな安いのって言ったら、ほとんど教育無償だからって言われたんです。それから、住宅も本当に困ったら公的住宅ありますから、心配したことないですって言われたしも、えー、と思いましたけれども、本当かいなと思いましたが、普通の人がインタビューして、あの政府の回し物じゃない人だと思いますが、言ってるんですね。だから 公共サービスをがっちりやった上で BI 乗っけるっていうのは、私はものすごい安定的でいいと思います。そうすれば本当に、なんていうかその、えー、労働市場での対抗力もつくと思う。エンパワーメントになると思います。しかし、日本ってそうですか。みんな金で買えっていってる社会でしょ。お父さんが頑張って家を買いましょう。お父さんは頑張って、えー、子供を教育させましょう。だから奨学金は少なくてもいいです。自己責任でしょ。何を言ってるんだ、俺の親父の頃はって、こうですから。<laughs> そういうような社会なんですよ、今のところまだ。 だから、そこで BI でいけるでしょって言っちゃったら、それで全部教育と住宅買うのってなりませんか無理ですよね、そんなのね。やっぱり BS が必要になって、ベーシックサービスを絶対頑張ってやらないと、BI がいい効果を発揮しないです。で、えっと、それから、えっと、まあ女性の活族の福祉、これはもう先ほどすでに申し上げましたね。という形のこともうまく使下手に使われてしまって、利用されるかもしれないですね。 こういう土壌をきちんと変えないで BI を導入した場合、非常に大きな歪みが出てくる可能性がある。だから意識していただきたいんです。ここを変えながら BI を入れてほしい。その変えるために BI を使ってほしい。そう思うわけです。で、えー、先ほどちょっと言った実験場としての特別定額給付金の問題がありますけれども、えっと、これを見ていて、私もあのいろいろ今回 SOS 言ってきた人っていうの中で、特別な本当に弱い、まあ、路上者と 外国人在留資格のない外国人労働者が一番、えー、漏れちゃってですね本当に大変だったっていうのが今回の特徴なんです。でそれこそあの、えー、と一見お助けに見える上から救済に見えるかもしれませんけれども、えー、と緊急、えー、とコロナ対策、えー、とコロナ緊急対策ネット ネットワークでしたっけ緊急アクションだ、緊急対策アクションですね。えっと、それであのどういうことをしてるかっていうと、本当に手って仕事なんですけど、えーま、役所がもう機能しなくなっちゃってるんですね。もともとすごく数が少なくて、対応できないんで相談,相談に来ても。で、どうしてるかっていうと、えっと、電話で、えー、そのアクションの人のところに、困ってます、60円しかありませんっていうのが来るんですね。そこに、えっと、バーっと出て行ってっでですね車で それで、えー、とあの今お金いりますかって言って、皆さんからの寄付金で2万円ぐらい渡して、2日持ちこたえてくれと、でそれを私は、こういうふうなことでした。 それは何を意味してるかっていうないけど一回限りだから、でもとても似てるっていうのは本当に先ほどの実験場ですっていうのはその通りだと思うんですね。でもそこでそれが起きてるんです。それを受け取れるような力量と、えー、基盤がある人は10万円、ま一、あ、回限りですけど、かなり助かった人たくさんいます。 で経済的に言って、地球上でお金があの結構余ってる人は、えまマら電気とかなんか、そういうあの電気屋さんに行って電気か家電買いましたとか言って、商品活性化しましたっていう部分に役に立った部分もあると思います。それは経済政策ですね。しかし、本当にそこからこぼれた人たちっていうのは、これからは取れないんですね。あのこのお金は。なぜかというと、まあ、有名な世帯主に受給券っていうのが、まず変なものを入れ込んできたっていう問題はもちろんあります。おかげで世帯主じゃないところには届かない。 っていう変なここととが起きるということですよねでそれから、えっと、住民基本台帳への掲載した人しか支給されないのでそうなってくると、えっと、路上生活者のうちで住民票どこにあるか分かりませんとか何かもうなくなっちゃい抹消されちゃいましたっていう人には来ないとなりそれは政府交渉で何度言っても駄目でした。 で、政府交渉の人たちが、政府の人たちがポツっと、どんどんガーガー言われるもんですから、ちらっと言ってたのは、うん、やっぱり住民、あのえっと、住民票大事なので、えっと、申し訳ないけど、これはね、特別な給付金じゃない方法の支援をするしかないかもしれないっていうふうに、ち、え、らっと、と言ったんだけど、その後としてないですね、対して。 つまり、えー、っと、まあ、現金支給によって比較的余裕のある人の消費は活性化したし、余裕がない人でも住民票を持ってて申請する力がある人のところにちゃんと来ました。で、えーっと、シングルマザーの調査もあるんですが、これはもう9割以上来てます。でもそれは何かっていうと、シングルマザーズフォーラムの調査なんですけど、そこの団体はちゃんとこう情報提供しているんですね。ありますよとか、申請できますよとか、こうやってやるんですよとか。 だから、その情報を取ってる人は、取れて、本当に99とか98とか、あの、えっと、受給してるんですね。それ役,役に立ちました。じゃあ、よかったんですね。大丈夫だったんですね。そこには行ったんだからって言ったら、いや、そうじゃないかもしれない。これはシングルマザーズフォーラムに入っているから、そういう情報にから漏れてない、比較的強者、そういう意味で言えば弱者だけど、情報的には少しマし。だから取れたのかもしれない。じゃあ、誰がその情報を提供するのかですよね。 それベーーシックサービスでしょという問題点なんでですそれでも時間もそろそろかなもうちょっとあるかな5分ぐらいありますねえっとということで、えっと、コロナの特別定額給付コロナ禍の特別定額給付金があごり出した日本型 BI の危うさっていうのは何のことかっていうとえっと現金給付のメリットっていうのはもちろんあるんですよねでそれ使おうとした えっと、支援団体もあったんです。つまり、えっ、ー、と、家がなくなっても、あの賃金が入ってこなくなっちゃったから。そうすると、えっ、ー、と、家賃が払えなくなって、それでえっ、ー、と、家がなくなるんですよ。それで、その。えっ、ー、と、あの、そのために。 えー、行政に相談に行くと、まず窓口がパンパンでダメですって言われた人も、ちょっと待ってください、間に合いませんと言われてその、えー、民間の緊急アクションを紹介されたっていうと <laughs>、えー、ええと思うんだけど、それぐらい逼迫しているっていう人的な問題がまずありますが、えー、とそれだけではなくって、今、かなり、えー、民営化されてる中で、無料定額宿泊所みたいな、そういうところに入れてられちゃうんですね。 そこに行かないと,、えっと生活保護は取れませんって言われるから、それはやっぱり困るわけです、さすがにであの。そこの,あの無定は、相部屋なんかもあるので、感染しちゃうわけですね。それが心配で、断ると生活保護にまたどり着けないっていう、そういう変な仕組み、これは仕組みが完璧におかしいです。なので、えっと、もらえないと。で、えっと、そういう時に、じゃあ、10万円とりあえず来れ,れば、ね、それで自分の好きなアパートを借りることができるじゃないですか。 だから、それは低額給付金欲しい。当然、すごくメリットです。現金給付のメリットです。これこそが。ところが、そういう人たちに、さっき言った住民票問題とか、それから在留資格の,外国のない外国人とか、そういったものが壁になっていてですね、いかないんです。だから、本来の趣旨は大変結構なことなんですよ。しかし、それをちゃんと届かせたり、生かしたりするための社会運動と支援団体がいなければ、 難しいんだってことを少し考えていただきたいっていうのが私のお願いなんです。で、一方でですね、DV の被害者は、えー、その二重分付があるといけないから、路上の人は住民票を見つけなれならなきゃだめですよっていう説明をされたんだけれど、DV の被害者の人はですね、逃げてるケースについては申請できるっていう規定になりましたよね。皆さんご存知と思います。で、それは二重分付、仮にあったとしても毎日、その場合は後から、 取った夫なり何なりからえっと返してもらうという答弁が確か誤解であったと思いますですから二重寄付を織り込んでもいいから DV で困っている逃げている人たちにちゃんと支給しようというのがいいことなんですねしかしこれはなぜ起きたかそれは DV の性格から DI、えっとえー、の性格から来るものではなく、えー、日本全国女性セルターネットが一生懸命活動して逃げている人たちにも支給してくださいということをロビングした成果なんですね それれがななければ届いてなかったたんですよ下手したらどうですかということなんです。つまり、えー、市民権、さっきの BI の受給のですね、に誰を入れて、誰を入れないかっていう判断を伴うものなんです、市民権っていうのは、実は。自然に誰にもあるものじゃないんですよ、市民権って恐ろしいことに。だって、フランス革命の時女の人は入ってなかったでしょで。それを言ったために処刑されましたからね。 そういうことが日本でも今最も弱い立場の人にはそういうふうになってるのに市民全員に来るからいいんだって言えますやっぱりそこは支援のベーシックサービスプラス支援がなきゃならないそれからベーシックサービスは、えー、とその公的なものですから、えー、NPO みたいなこう民間の手弁当でヒーヒー言ってやってるんじゃないはずのものなのでそこがしっかり本当はしっかりしてれば なんとかなるのに、そこがさっき伊藤さんが言ったみたいにひどい状態になってるからできないというのが今の私たちの現状なわけですよね。あまりにもひどくて。ということです。つまり市民って皆さんい本当に必要な最高、再高級者、これ、最後は最低の際ですね、ごめんなさい再びじゃなくて、再困窮者ほど届かなかったのが今回の実験の一つの結果だった。とすれば、それに届かせるための仕組み作りと社会運動と基礎的なサービスが必要なんです。ということです。 で、えっと、真にの一律給付に不可欠な、まあ、BS、ベーシックサービスの充実、情報を与える人が必要、申請の方法を教える人が必要、アクセスするための情報機器が必要。これ、金がないから携帯が使えなかったっていう人がいっぱい出てきてますから、ね、で、あの、少ないお金はたいて役所まで行って、役所の電話を借りて相談電話したっていう、えという感じですが、そういうのがいるんです。そういうことも起きてる。 でこういう中で竹中平蔵さんが大変面白い BI 指示を持ち出しています。でこの方は、えっとですね、BI は事前に全員が最低限の生活ができるよう保障するので、現在のような生活保護はいらなくなるというふうに言ってるんですね。だからいい制度だと言ってます。それで、このセリフの前段に、えっとえー、うう BI というのは、そういう意味で言えば、そのような。えっとその 財源がないという人もいるけれども、生活をなくしてしまえば、あと公務員、その分の公務員を減らしてしまえば、えー、っとですね、BI の財源として出るのだっていうふうに言うんですね。そういうような取引条件で BI を導入すると。でもこれ、今の日本社会では、さっき言ったとこれまでの土壌を皆さん考えていただいたら、賛成する人はいっぱいいると思いますよ。大丈夫ですかということです。 で生活保護制度は実は単に、えー、とミーンズテストで跳ねるっていうだけじゃなくって本来の機能っていうのはケースワーカーっていう公務員が受給者の家庭まで訪問して相談に乗るっていう人的資源を支援を伴っている制度なんですよ。それはテレビ番組でもあったでしょドラマであのケースワーカーさんのドラマ見たことない人ですかねあれは行って、えー、といろんな相談に乗るんですね実際私の知人であの生活保護を受けている人の中にも、えー、とケースワーカーさんによる相談した っていうそもちろんケースワーカーさんにいろんな人がいるので、あまりにも公務が劣化してしまったので、とんでもない人がいるんですよね、こいつ悪いんですけど、でもすごくいい人もいるんですよ。だから、そこはあのちゃんとケースワーカー育ててないとか、人事異動でぐるぐる回しちゃうとか、えー、数をぎゅうぎゅう減らしちゃうとか、そういう条件悪化の中で、とんでもないのがどんどん増えていくっていう、相当って形になってるわけです。これ実は、えっと、そのこの竹永さんの言ってるような、えー BI のために、えーその、そういったものをぎゅうぎゅう絞って減らしちゃうって言ったらどうなるってことですよね。そういうケースがもっと増える。で、どこに申請して、どういう制度があるかも知らない人にどうやって届けるの、そういう情報をって。相談に、まあ、なかなか役所にさえ行くのも嫌だっていう人、最近いっぱいいるからその、なかなか難しいんですが、そうするとやっぱアウトリーチになるわけですよね。出かける福祉ですね。でもそんな人員ないですよ、日本には全然もう。だからできない。 そういう形のことが起きていて、それを実は狙っているわけです、BI 使って。で、そう言うと、えっと、前、白崎さんだったかな。私、このなんかレジュメ出したら、白崎さんが、本当に竹中さんってひどい人だなっておっしゃってたけど、<laughs> でも、竹中さんがひどいって、BI の定義ってこれでしょっていう、違ってないですよね。彼はこのために BI を使おうとしてるんですね。小さな政府と、えー、社会保障削減のためにですよね。それは彼の描く社会だから。 ということとになりますというような形で,、えーっとですねまあ、この間ずっとベーシックサービスっていうのは削減され続けてきてそのおかげで皆さんが BI じゃなきゃダメだって思うぐらいなほどひどいことになってしまったってことなんですよ。で BI でさえも実はそこにいくら出すかどうするかどういう作戦でいくかっていう方針については人間の判断が必要ですから当然そこには社会運動が必要です。 そういうようなことがなければいい BI はできないということになってくるところが今やもう相談者が窓口に行くととってももう人員足りなくてまず相談崩壊が起きで相談崩壊が起きているがためにその緊急アクションとか等々の、えー、支援の団体のところにどさっと相談が来るので回されてくる結果としてですねそうなると支援崩壊が起きているそういう ことが今コロナの下でで起きているわけですそのことを考えないで BS を取られるかもしれないこれはまあちょっとどうでもいい時間もないのでえいかにケースワーカーの非正規化が進んでいるかってことを示した実際的な数字なのでこれ看板さんという自治体統計の方が一生懸命作った表ですけれども、えー、とものすごい勢いでケースワーカーの非正規化が特に一線の自治体では進んでいると。 というこでですすねね非正規化です、ね、しかも最近では、えー、と非正規だけじゃなくって外部委託までやろうっていうのは実はきょ、えー、と去年の,、えーそのえー、と閣議でなんか閣議決定に盛り込まれています。で来年中に結論出す結論出すってことはやるってことだというふうに専門家の人は言いますけれども要するにケースワーカーが足りないから民間委託を一部しちゃえって言ってるんです。 でもケースワーカーってそんな民間委託者って大丈夫な業務なのっていうことですよね。そこに竹中さんの BI 論が出てくるって意味はお分かりでしょうか ?BI を出して、存在源として、えー、そのみんなに BI 欲しいでしょそしたら、こうやってねあの、公的サービス、どうせ公務員って怠けてるから、その人たちをバーッ削減して、それ,でえっと、それで BI にやってたら嬉しいでしょっていうメッセージなんですよ、これ。 ですよねところが問題なのは、えっと、そういうようなメッセージだということにもほとんど浸透されなくなくて竹中平蔵まで BI に賛成しているすごいってこういう反応がですね出てきちゃうのはそれは BI が何のためにやるのかっていう覚悟がなくて BI 信仰というか BI が宗教になってるからですねそういうような事態をまず見直さないといけない BI に反対したら全部ダメなんですよ私も含めちょっとでも反対するとだけど BI に賛成する人はみんな全 これちょっと言い過ぎかもしれませんが、そういうふうに思えるような言説がもう本当に多くて、そのどこをどう使って何をしていきたいのっていう、もう出てこない。ということになります。で、しかももうこれ最後です。貧困救済という名前で、先ほどの竹中さんのようなことがもし行われた場合ですよね。そうすると、まず、えっと、特別な給付金で分かったように、市民の中に繰り込んでもらえないような人たちがもし、まあ、残り続けるとすれば、 その人たちは BI もらえません。そしてその BI の財源を使って、公務員による相談を全部削減したとします。そうしたら、路上の人たちは、給付金ももらえない、BI ももらえないのに、相談窓口もアウトリーチもなくなる。つまり、もう踏んだり蹴ったり、何にもなくなる。それは市民じゃないからです。 市民とななされないから DV は根強い女性運動があったおかげでやっと DV 被害者は市民として中に入れてもらえるようになったから今回認められたと言ってもいいと思います。でも在住資格のない外国人と,、えー、と路上生活で住民票がないような人たちはそこに入ってない。というようなことで BI も BS も全く足りてない日本社会とすれば BI のためには BS の充実に向けた社会運動をやるっていう、すごい逆説的なんですけど、そういうことをやっていかなきゃだめなんじゃないかっていうのが私の考え始めたことなんです。ということで、えー、とあのも時間も時間なので、えーと、打ち切りたいと思いますけれども、えー、BI だけずっと見ていると、労働市場で不利な立場に立つ人々に大変にプラスになると、これそういう意味も確かにありますので、見えます。ただ、誰に届くのか、 必要な人に届けるためのインフラ整備がどう必要なのか、そういうことを設計する社会運動をきちんとしていかないと逆効果になりますということ。どのような社会のどの部分で BI で支えて、そのためにどういう BS がいるのかというトータルな議論をもっとしていかないといけないのではないか。そういうことを申し上げたいと思います。そして公共部門が今非常にひどいというのは全くその通りで、むしろ 前よりずっっとと悪くなっていると思います公共部門はあのおかみ目線になってきてるし、えっと、実際一線の部分の人はみんな非正規ですから実際住民のことを分かって一生懸命やってる公務員の人はみんな非正規なんですよそうすると正規の人たちは上から目線であのいろいろこうだん,だん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 自分たちは公務員だと思うようになり労働者ではないと思うようになっていってる傾向がほの見えるんですねしかし公共部門って本来違うもの 先ほど伊藤さんが働くはみんなの何でもそういう,こう自分が生命をつなぐためのものでしょってその通り公共も,もう本来のものはお金にならないけど命に必要なものをみんなで公共で作って貸すものだったんですよね。それを一緒にあの赤子とお湯を水を一緒に流すように流されちゃってるのが今の現状でそれが竹中さんたちの描いているあるべき美しい社会なんだ。そこに BI が実は巧妙に利用されている。 その可能性について少し一緒に考えていただけたらありがたいと思いますありがとうございましたはい、竹野先生ありがとうございました あのちょっと補足しますと伊藤さんとあの高野先生の違いというのは自動車に例えたらしっかりした自動車を作ろうというでそうしたらしっかり動くというのとあの例えばとにかくガソリンという即動くものの重視の違いだと感じたりですとか。 あのベーシックインカムについて竹川翔吾さんという方あの東京大学の先生がいいベーシックインカムと悪いベーシックインカムと分類されてましてあの竹延先生が指摘されてるような部分があのすごく。 動いいてしまうと悪いベーシックインカムになってるんですけどなかなかベーシックインカムの,こうあの学会でも運動されてる方とかあの活動家の方見てると悪いベーシックインカムでいいからとにかくベーシックインカムやろうというのが多くてちょっと平気へしてる部分があってあの三男幸さんという方はなんか中道左派だと言ってるのに生活保護をなくせととか。 関西でやってる関西ベーシックインカム勉強会っていうところの,かの女性活動家の方は大阪維新に支持してて大阪維新が国政進出したとき最低賃金制度を廃止しろと言ってたんですよねそういうものと連動したらすごく危ないですし今の菅総理が大阪維新と非常に親しくてしかも竹中さんとも親しいですから下手をすると悪いベーシックインカムに動いてしまう可能性があるんでちょっとッくして。 あの武田先生と伊藤先生にあの無質問ぜひよろしくお願いいたします。うまくちょっとあの手を挙げたる方方にちょっとお待ちしてください。